ヤンバルクイナに会えるかな世界自然遺産ヤンバルネイチャーガイドツアー、 イエーイ。FC 琉球進化 TV、 先週に引き続き世界自然遺産ヤンバルの森を FC 琉球の選手たちが初体験。今回ツアーに参加したのは奈良県出身、中野克也選手。ピッチではアグレッシブな姿勢でゴールを狙い、ピッチの外では陽気な性格で親しまれる26歳。中野さん左利き。中野くん右利きです。右利き、ちょっと足は左です。聞いてないよ足は。中野選手の相棒は鍵山圭司選手。今年 J リーグデビューを果たしたヤングシーサーは御朱印集めが趣味の23歳です。2人は今年初めて同じチームのイベントになったと思うんですけれども、はい、お互いの印象とか。最悪です。僕大好き。最悪です、はい、最悪です。本当にツンデレなのでな、ずっとなんかね近くにいるんですよ。あくっつき虫なんですね。そうマジでなんか気づきゃ俺んちいいね。1月から指導していて2ヶ月、約2ヶ月ぐらい経ったんですけど、多分もう100日ぐらいはご飯行きましたもんね。まず2ヶ月で100日ないんで、これ以上にマジでポンコツすごいんですか。そんなことはない。よくまあ似てる共通点がいっぱい、はい、あるので分かり。どういうところですか。ちょっとペットボトルをちょっと残して飲めないみたいな。最後最後残すの飲めないんですよ最後。ちょっと残すんですよ、コーヒーとかも、ペットボトルとかも。で、僕残しちゃうんですよって勝くんに話をしたら、勝くんのロッカー見たらちょっと残ってるのが4本ぐらい置いてあって。あれ4本も一緒やんっつって。じゃあここでちょっと耳を澄ましていただくと、ヤンバルクイナの鳴き声が聞こえちゃっていい。ヤンバルクイナが大好物なんです。食べられます。食べられます。進化 TV。ヤンバルの森ネイチャーガイドツアー、地元ガイドさんの案内で世界自然遺産ヤンバルの亜熱帯の森を散策するツアーです。 CO2 排出ゼロのバスでヤンバルの森を巡ります。二酸化炭素排出ガスゼロの電気バス、はい、素晴らしい。ガイドをしてくれるのはヤンバルを知り尽くす達人、松川さん。この鳥なんですよね、野口寺。季節系ですよ。国の特別天然記念物の鳥です。今ちょうど子育てのための巣穴を作る時期です。ああ、なるほど。で、この先に以前掘った巣穴がありますから、ちょっと見てみます。はいはいはい。もうじゃあもう森のことはもう全部把握してはるんですか。ここに何があって。いやいやいや、まあその。ポイントポイントでコースであればです ね、 そうですね。この仕事されてどんぐらい経つんですか。私ですか、はい、どう思います。だいぶなんすかそっちの合コンじゃないですか。合コン私何歳じゃないんですから。何歳に見えるんだよ。じゃあ私は12年ぐらいですね。12年、大ベテラン。さあ来ましたよ、来ましたよ。どこですか。上に来た。ちょっと左側の木を見てください。あの空いてる木や。あれだ。これですね。すげえ。あります。大きいですね。わかりますか。はい。この あれか。あ、すごい。レーザーポイント。はい、この巣穴ですね。おお。でここに穴が開いてますね。はいはいはい。これ野口屋の巣穴の出入り口です。でここから入って中心部分まで掘って、はいはいはい、でさらに垂直にトンネルを掘って、はい、この下に巣を作ります。はいはい。で今その時期なんですよね。なるほど。ですから時々その巣穴を掘ってる音が聞こえてきます。ドド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 ド。はいはいはい。それどの木にも作るんですか。一番よく作るのはヤンバルで一番多い木、イタジイという木です。イタジイ。はい。小さなどんぐりがなります。いよいよバスを降りて。より近くでヤンバルの自然を体感する散策ポイントへ。
しかし2人にはちょっと心配なことが。歩いてて小さなイモリとか出てくると思うので、はい、ちょっと手に取ってみてみます。手に取る、うん、触れますか。触れません。僕イモリです、はい、え めっちゃ触れる無視触れませんじゃあ大丈夫かな。マジで無理。ほんまに嫌です。じゃあここから降りて歩きます。はい、楽しみや。待ってました。すごい松川さん。とてもいい。マイナス水温の塊や。感じれる。なんか雨降ったらちょっといないとかないんですか、ヤンバルクイナ。逆に、はい、雨降ると生き物たちよく出てくるんですよ。あ、だから足元に小さな生き物もいるので注意して歩いてみてください。カエルとかイモリとか。カエルはダメ。ダメとか言うなお前。カエルは触れないです僕。ビッケ。え、あ、ちょっと勝手に言ってくださいよちゃんと。ヤンバルマイマイっていう。ヤンバルマイマイ。ヤンバルクイナが大好物なんですよ。食べられるんですか。食べられます。これはもう食べられちゃった。なくなってんですけど。え、これ中何カタツムリを食ってますか。ヤンバルクイナが食べるとき、はい、どうやって食べると思います。くちばしで割って中取り出す。うん、割り箸みたいな、あの爪楊枝でヤンバルが。ヤンバルクイナがそれも面白い。とりあえず割ります、はいはい、どうやって割るかが問題。そう、つつくんじゃないですか。踏む。石に当てる。叩きつける。加えて首を振ってぶつけて割って中身を取り出して食べる。頭いい。なるほど、頭いいな。すごっ。さあここが日陰ヘゴの群生してるところ。すごい綺麗な模様してる。うわー、なんかすごっ。南国。恐竜の時代彷彿とさせますよね。この模様はどうやってできたと思います。模様の出来方、はい、なんだろう。上に葉っぱがありますよね、はい、葉っぱがね、はい、それの付け根があった跡です。あ、もう折れてってできた。はい、じゃあこの根元からあったってことですか。そうですよ。すごいな。下から見上げると傘を広げてるようにして、あ、なるほど、影を作ってくれるんですよね、はいはいはい、それで日陰ヘゴという名前がついてますよね。じゃあここでちょっと耳を澄ましていただくと、例えばヤンバルクイナの鳴き声が聞こえたり、はい、でノグチゲラが巣を作る時のつついてる音が聞こえたりします。はい、ヤンバルクイナの鳴き声を教えていただけたりしますか。キョ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 。ほんまっすか。ほんまですか。そういう声。キョ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 と。キョキョキョ。太鼓はあれですか。はドラミングがドド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 。それはノグチゲラです。ノグチゲラ。ノグチゲラ。聞いてみましょう。聞いてみますか。聞こえませんね。なんもない。全然。早いって。まだやろ。そうですね、すいません。もっと気長に、はい、ちゃんと自然感じる。絶対聞こえるから。何も聞こえへん。残念です。何も聞こえへん。聞けないようです。これは後半戦はまさかのアディショナルタイムへ。来週ヤンバルの生き物たちが3人をお出迎え。お楽しみに。ルーネット沖縄プレゼンツシンガドライブトーク。今回はルーキー荒木選手と那覇市出身高安隆之選手の仲良しコンビ。トークテーマは試合に向かう車内での過ごし方。まあ、結構みんなその自分のあれに入ってですね、モードに、うん、確かにイヤホンつけてあんま喋ったりはしないですかね。とりあえずすぐゲームする。とりあえずゲームする。それはやっぱ試合の見直し してへんやん。そういうことをします。お前動画やからってしっかりやっぱ自分動画やからプロスピスかね。サッカーちゃうねんな。楽しい楽しい。プロスピ楽しい。プロスピバカ楽しい。あれ面白い。俺打率リアタイ4割7分あるから。分からんか。上級者の1個手前ぐらい。トップクラスの、うん、
じゃあ結構すごいよ。うん、すごいよ。うん、プロスピの話になってもうちょっと、ね、やめて。帰ろ。車は仲間と距離を縮められる場所。ルーネット沖縄は仲間と笑顔になれる車探しをお手伝い。車のプロである鑑定士があなたの代わりに中古車の状態をしっかりチェックしてくれます。エンジンルーム内は車の大事な部分です。慎重に確認していきます。エンジンオイルの漏れやパワーステアリングのチェックをします。エンジンルームの下側も確認します。沖縄では特に塩害などもあるので見逃せません。ルーの鑑定書を見れば車の状態は一目でわかります。鑑定証はルーネット沖縄ウェブサイトで確認できます。あなたのお気に入りを見つけてください。今月はアウェイの連戦が続く FC 琉球、次のホームゲームは6月3日土曜。対戦相手はゴン中山こと中山雅史さん率いるアスルクラロ沼津。沖縄市の沖縄県総合運動公園タピック喧騒ヒアゴンスタジアム、午後6時半キックオフです。